こんにちは。あ、こんばんはですね。えー、久しぶりのライブ配信なんですけども、えー、猿田彦改め、天智任門と申します。名前を改名したんですね。天智任門。あのー、まあ、つ,つ、つづらぐも方ですね。今年の、うーん、いつぐらいですかね。3月ぐらいに、 終わったんですかねでそのぐらいの時に猿ヒ彦の名前をですね「天字任門」という名前に改名しましてそれは久世東博先生が稲荷ードの著者のですね久世東博先生があのー「白鬱楼に」に、えー、ちょっと聞いていただいて「天字任門」という <laughs> 名前をいただきました。 わあ天道法師と任門菩薩。これがくっついた名前で、天智任文。そして天文と呼ぶようにしてるんですけども、すごい名前をいただいてですね、えー、とても感謝しています <coughs>。久しぶりのライブ配信なんで、ちょっと喋るのがうまくいかないかもしれないんですけども、今日は ノープランで全くノープランで何をしゃべるとか全然決めてないですしたださっきお風呂入っててですね降りてきたんですねお風呂の中でああなんかちょっと毎日やるかはねまださすがにね毎日7時にやるっていうのはちょっとあれなんですけどでもお風呂に入りながら柔軟にやっていけばいいのかなって思ったんですね <で> <laughs> 以前は「つづらぐも法」っていうのは、まあ、山に行ったり「片仮名」を読み解いてたり割と <laughs> 自分が感じたこととか体験したことを喋ってたんですけども今日思ったのはですね、あのーまあ、今度「片仮名の言霊会」という本ですね。正式なタイトルはもっと 長いんですけども、えー、本を出版するんですけど <laughs> それはですね、えー、と正式なタイトルはですね長すぎて僕もちょっと覚えてないんですけど「カタカムナを稲荷の言霊で読み解く太マニと秘密の超法則が明かすアカシックレコードと宇宙樹の秘密」というタイトルなんですけど <laughs> この本は <laughs> あのまあ、前半はですね楢、まあ、崎光月さんがどうやって発見してそしてそのカタカムナというものがどういったものと関連しているとか国先というものが、えー、どういった地で何が隠されてるのかンボサスという人が改ざんしてますので。 そういったことを前半は結構書いてるんですけども、まあ、中盤から後半にかけてはその僕がずっと取り組んでいたカタカナ図書譜の歌碑ですねこれを言霊によって稲荷古伝の法則によって読み解くということを、あのー、やってそれをまとめてるんですねその本は。ちょっと汗がかかいて,きて で、その、カタカムナの図書譜の、その歌碑をですね、言霊で読み解くと、これまだ全然公開はしてなかったんですけど、以前に読み解いてたのと、だんだん読み解きがこう、読み解きというか、玉合わせっていうのが深くなっていってですね、最終的にたどり着いたのが <laughs>、この、 カタカムナというものをどういうふうに読み解くのかという法則が見えてったんですね。だから本も最初に2月に出すとか4月に出すとか言ってたんですけど、どん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 伸びて、結局9月か9月ぐらいにできればなという10月に出版記念公演ですから、すごい伸びに伸びたんですけど、なぜかというと読み解きがどん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  深くなってってですね、書き直したりしたんですよ。また一から書き直したりして。読み解き方が変わると、今まで読み解いたのをもう一回読み解き直さないといけなくなるんで、そういうことをやってたら、どん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 時間が過ぎていってしまったんですね。で、まあ、何が言いたいかというと、そのカ、タカムなというものを、言霊の、稲荷の言霊の法則と玉合わせして、 ただ合わせるだけじゃなくて、そこがまた法則がちょっとあってですね、難しいんですけども、それで合わせることによって何が起きるかというと、雨のみ主の声が発生するんですよ。その頭上布と歌詞と言霊の法則を合わせることによって声が出てくるんですね。その声っていうのは、音と変えて声と読ますんですよ。 言霊の法則でこの音はっていう下りというか文章がちりばめられてるんですけどそれを法則によって読み解いていく中でその音を声と読ませるようになってこの片伽村の図書譜と言霊を玉合わせすると雨の水なか主の声が発言するんですよ権限それは片伽村のその読み解いた本の中にも しっかり書いてあるんですけども、声が発言するというよりも、雨のみ中主の声が降りてくるんですよ。降りてそこに現れる。天は、日。天は火に、えー、置き換えられて呼ぶんですけども、天というのは火 地上にいるこの人間ではない水なんでな水んすねこの天の火というのは下るんですよ。水は上るんですよ。人間は一生懸命修行して人生を送って人生経験して学んで上ってくる。でも神というのは下りてくるんですよ。神は上らないんですよ。すでに天にいるんで。下るんで。この天が下る。で人が上る。 ここで交わった時に発生するんですね。で、これが、天と地と火と水が合わさって、玉があっていくと、そこにマルチョンが発生して、これが雨の源の声として、このガム村の読み解きの中から現れてくるんですよ。だから、 あの、まあ、簡単に言うと、僕はこう読み解いたんじゃなくて、天が下ってそこで恋を発生するために、あらゆるものを使って、今までの歴史の経緯だったり、まあ、人間だったり、もうすべての人間、すべての出来事っていうのは、見えない世界がすべて動かしてますからね。いろんな出来事は。すごい全部が因果関係に。 でそこの中でまあ今出てくるタイミングで出てくる場所で声を表したっていうまあそういう物語なんですけどもまあ僕はこのお風呂の中でスズラモ法をちょっと今日突発的にですけどねこうやろうそして毎日じゃなくてもまあできる時にやろうと。 それはなぜそういうふうに思ったかというと今度は僕の,この主観的なお話じゃなくてその中から出てきた声をあの皆さんに読んでですね実際に読んでお伝えしたいなと思ったんですよまあ実際本に書いてあるんですけど多分本に書いてあることっていうのは皆さん読むんですけど大概の人はね 途中で飛ばしたり、わーって思ったり、なんか、読まなかったり、結構あるじゃないですか、本買っても最後まで読まないとか。でも、本当にその、前半は武田数玄さんとかはもう編集してくれて、僕もいろいろ調べて書いたことですけど、後半っていうのはもう雨の皆主の声なんで、これはね、僕はちゃんと伝えていかないといけないっていう。 そういう役目がある、あるんですよ。読み解いていく中でそういう役目も言われてるんですね、もう。だから、それをちょっとこう、まあまだ出版前ですけど、<laughs> 読みながら、皆さんと、すごいね、大事なことが書かれてるんですよ。本当に大事なことが書かれているんで、それを読みながら皆さんと共有して、あのー、 いけたらいいなと思っています。まあ、読むのも結構ね、量あるんですよ。で、今回の本は前にも言ったように、<coughs> 読み解きを何回かこう直したって言いましたけども、読み解き直すごとに、一文字の読み解きの量が膨大になって、最後には、今回出す本はね、最初の80種の一種の最初のカタカムなのか、 最初の一文字で一冊終わっちゃったんですよ、一文字で。どういうことかというと、前以前にもお見せしましたけど、この本、ね、あの法則がありますよね、言霊の法則っていうのが。で一言のノリっていうのもあって、えー、例えば、カタカムナの「カ」だと、 かの一文字ですね、19の法則があるんですよ。たったかの一文字に19の法則があるんですね、この言霊の法則っていうのは。あの、言霊自体がもう天地の気なんですよ。この地球、まあ、簡単に言うとね、命。命が一つの玉だとしますよね。で、この命ができるのは、 天地の木が全て揃うことで、この命という玉になるんですよ。完成された玉なんですよ。この玉が、まあ、いわゆる雨のみなか主と相似症になってるわけです。いろいろな物事とか物質とか出来事とか、宇宙も地球も全てが、この一つの完成した玉なんです。この玉が、いろいろ組み合わさって、現象とか物質っていうのは展開していくんですけど、ずっと元をたどると、 まあ、よくわかんないけど、素粒子って言ったりとか、まあ、エネルギーって言ったり、木って言ったりするんですけど、その一番最小単位が、物質が、この見えない世界から見える世界に生まれる瞬間に発生する、この穴が、雨のみなか主というんですこれがもう、大気にも、海にも、人間にも、ありとあらゆる穴に、 穴の中に見えない火が入っている。この火が物事を動かして穴から生まれるっていうのが雨のみなかで、まあ、つまりその天地の木というのが神であり、雨のみなかであり、それがことだまになっているんですね。その法則が。一周ぐるっと回ると、ことだま音になる。 でこの五十音の法則っていうのは、すべてのこの天地宇宙の断りというのが言霊ということになってるんですね。で、このカタカムナのカの、最初のカの一文字で十九の法則がある。たった一文字で十九の法則がある。 たった一文字で19の法則で、えー、1、1、2、3、4、5、6ページぐらい。6ページぐらいの法則がずらーっと並んでるんですね。で、これをこう読み解くときに、僕はこの法則の中からつなぎ合わせて前は作ってたんですけど、気づいたのはですね、全部使うんだ。一文字、一句一文字漏らさずに、 記号もすべて数字もすべてを読み解いていくことでつながっていくんですよ。物語が。で、この19の法則だけをくっつければいいだけじゃなくて、そこの19の法則の中に出てくる言葉もそれぞれが鍵になっていて、その鍵の言葉をまた読み解いて展開して、それ読み解いた展開した中にまた キーとなる言葉があって、それを展開してっていうことを、だん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 とやっていくんですよ。これを、まあ、5段階ぐらいやっていくわけなんですよ。永遠に続くんですよ、これは。だから。あの、魔女しかの人形あったじゃないですか。人形の中に人形が入っててっていう。ああいう構造になってるんですよ、この言葉の法則が。だから、深く行こうと思ったら、どこまでも行っちゃう。 ただどこまでもずっと縦にいくと今度横に進まなくなるんで横と縦のバランスっていうのを取りながら深く行きながら広く行くっていうのをやっていくとたった1文字で膨大な量のまあ情報が出てくるまあそれがいわゆるアカシックレコードを言霊で包んで下ろす奥義ですね これがいわゆるアークなんですね。まあこれは出版記念講演会でも話そうと思ってるんですけども。つまりこのカタカムナ、まあもはやね、これカタカムナと呼ぶんじゃないっていうところにたどり着いたんですよ、僕は。太まになんですね。太まに。根源的なものは。太まにの奥義を、うんまあいろんな形でこう切り分けられて、 その中で図書譜の歌碑というのを六甲山で楢崎光月さんは平桃治という人に見せてもらって書き写したと言ってますね。平桃治が腰にぶら下げていたご神体が片株名の歌碑というねあの、そういうふうに物語がありますけど <coughs> じゃあそのご神体の中に入った渦巻の正体は何だったんだってどん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 あの。 まあ探っていったら最終的に太マににつながっていくでこの太まにっていうのは古代のそのヤマト人のもう究極奥義ですね人類の前の人類の根源人類の兄であり、うん、まあ兄と呼んだうがいいですね父というのは火月天神になりますから母というのは漁神知神兄ですねヤマト人っていう まあ、その父である日月天神から授かった宇宙の摂理真理というのを兄である大和人がまとめてまあ頭尚と頭書譜の歌碑と言霊の法則という形に今の時代はそういうふうにある今の時代はあるんですけどこの頭書譜も歌碑も言霊の法則も この本とか図書符のデータとかそういうのがなくなっちゃったら消え去りますよね、カタカムナっていうのは。カタカムナっていうのは一種言えば今形のあるものですよね。図書符も歌詞も言霊の法則も。僕も本とかパソコンがないと解けないです、これ。つまり今物質的なところに降りてきてるまあカタカムナと呼ばれている存在である。 でもその根源の太まにというのは、形のなきものだった。形のなきもの。図書符でもないし、歌姫でもないし、言葉の法則でもない。本当の根源の、片側村の根源であるその太まに。っていうのは、何だったのかっていうのは、ちょっとそれは出版記念講演会で話しましょう。全部喋っちゃうと。 ねあれですから <laughs> ね。ねせっかくはあれですから。出版記念講演会ぜひ。えー、10月21日は六甲のサラシャンティ。で10月22日は、えー、東京品川であります。で出版記念公演の10月22日の一部が出版記念で,で、2部があってですね、2部。 異例ですよね出版記念公演なのに2部があるという2部というのはなぜ異例かというと久瀬東博先生稲荷高等の久瀬東博先生と、えー、ミナルさん <laughs> ミナルさんはあのー、ダンスとかに日本舞踊のスペシャリストで久瀬東博先生とももう面識があってですね25年ぐらい前から面識があって もう本当にいわば巫女のスペシャリストなんですよ。日本のトップクラスの巫女なんですね。で、東博先生と、まあ僕はこのカタカブナの太間に稲荷、これをずっと話していく中で、東博先生は、この日本にですね、古代の巫女、本当の古代の巫女っていうのを復活させたいっていう気持ちがすごい強くてですね。まあ僕も、 それに同同意権というか賛同してですねすごいそれは大事だなと本当の本質的なこの「カタカムナ」と呼ばれている太間に稲荷この根源とつながっている本当の御子これは何なのかっていうのを東伯先生の中でもかなり膨大な知識というか蓄積されてきたものがあります。 で僕もカタカナをこう読み解いていって分かってきたことがあるそしてミナルさんもミコとしてですねずっとやってきた経験があるこれをちょっとこう一緒に合わせてやってみましょうっていう話になってですねじゃあもう出版記念公演の時に一緒にやりましょうということで入部としてですね、えー、そこで設定させてもらいましたとても貴重な まあ、お話になると思います。まあ、ということでですね、ちょっと久しぶりで,ですね、皆さんコメントありがとうございます。スマイルさんいっぱいコメントありがとうございます。もう、いつも前はね、コメントとか読むなんか時間とか暇なかったんですけど、今日は暇ですから、あの全部皆さんと,と読みながらコミュニケーション取りたいと思います。一人なんで、ずっと独り言は大変ですから。 スマイルさん、こんばんは、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりですね。えー、僕も、もう7月30日、もう7月終わりですね。あのー、今回の本、ずーっと執筆するのに、読み解きを、あの、つづら組法をやめた次の日から、1日12時間、 部屋にこもってですね、ずーっとこの、ことだまの辞書、やりながら、<laughs> 毎日12時間以上やってましたね。ずーっと。もう本当に、いやー、俺、これ、勉強でやったら東大に行けるんじゃないかなーって思うぐらい、やりましたね。ただ、まだ1文字しかやってないんで、あの、2文字目は入ってるんですけど、半分ぐらい。 <coughs> 今度講演会とかいろいろなそういうもので忙しいから準備とかしないといけないんでちょっと読み解きが進んでないんですけどもまあそんな毎日送ってましただからあっという間にね時間過ぎちゃったんでなんかもう4ヶ月も経ったんだって思いましたねあなんと田中さんが入ってくれましたね皆さんつづらぐ模法でいつもあ消えた 田中さんが入って今消えました。また来ると思います。はい、次のコメントを見ましょう。谷口よしこさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。前もいつもコメントありがとうございました。久しぶりにお会いできて嬉しいです。僕も嬉しいです。ありがとうございます。またこんな突発的に夜やってですね。えー、ありがとうございます、えー。本楽しみにしてます。ありがとうございます。 スマイル。スマイルさんいっぱいコメントくれてる。安心感に包まれます。なぜ安心感 <laughs> はい。えー、スマイル、熊田さん。雨のみ中主の声、そうなんですよ。雨のみ中主の声というのが発生するんです。あ、田中さん。ミュートになってるけど。は <laughs> 本番は久しぶりですねんん私ねさっきさっきというかさよ夜帰っ先ほど東京から帰ってきた公営塾行ってたんですね月水さんそうなんですよどうでしたいやー良かったですねめっちゃ良かったああ良かった <laughs> 月水さんの声すごいですからねう,うんあやっぱ良かった私がなんかずっとなんかちょっと取り入れたいと思ったのとドンピシャで <laughs> もう思った通りすごかったー。った今ね、あの、田中さん来るまでね、皆さんのコメント読んでいてね。はい。皆さん、こう突発的にやったのに、コメントばって打ってくれてね。ああ、そう。私も。田中さんにも会いたがってました。<laughs> あ、会ってどうすんだ。<laughs> 田中さんの笑顔に安心感に包まれます。<laughs> <laughs> いや、そんなことは書いてないですよねうちじゃちち。うちじゃうるさいって言われるんですよ。はい、<laughs> いやー、あ,ーあー <laughs>、あ、田中さん、お元気そうでーって、スマイルすあ、元気です。もうなんかちょっと、こういう塾行っても、パワー倍増で帰ってきました。<laughs> テンション上がってるんですね。そうです。<laughs> いやいや、ね、久しぶりの同窓会みたいな感じで。 そうあのね、横山さんの話でも盛り上がったんですよ <laughs> あ<の>。なんかあんまり何, <laughs> 何話したんですか <laughs> 秘密。ここで言わなくてもいいですよ。秘密。<laughs> ありがとうございます。<あ>いろんなところでいろんな人がいろんなことを言ってるんで <laughs>、はい。<laughs> いや、ごめんなさい。なんか、あごめんなさい。改めておの、おめでとうございます。<laughs> いやいや、まだまだ出てないんで。<laughs> いやいやいや、記念公演。はい 開催おめでとうございます。準備で忙しいんです。そうですよね。田中さんよろしくお願いします。あー、すいませんあのあ足を引っ張らないように頑張ります。あの皆さんあの <laughs> 一般記念公演は東京はですね田中さんと井上さんにねあの司会をしてもらうように。 そうなんと一番向いてない司会を頼まれましたいやいやいやそんな本格的な司会をやってもらおうとははな <laughs> から思ってないんで、ね、いやそうだけどさちょっと司会と聞くとなんかビクッとするなっいやいやいやもうなんかね、はい、武田数玄先生もいますからね。<laughs> <laughs> いや、そうだけど、まあまあ、だから、まあ、あんま変わんないですけど <laughs>。いや、まあでもね、ノリがいいから。<laughs> 頑張ります。はい、ノリがいいから、あの、面白おかしくやってください <laughs>。<laughs> <laughs> はい、わかりました。ちょっと楽しんでいきたいなと思いますので。そうですね、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、ちょっと皆さんのコメント読んでるから、ちょっと読んでください。はい、どうぞ。えーっと、あとは シマエルさんお風呂の中でメッセージよく受け取ります。<laughs> <laughs> 俺もなぜこのライブ、なぜ今やってるかっていうと、今お風呂入ってて、あやろうってメッセージをなんでこんな時間から始めるんだろうとかう。<laughs> 俺、いつも夜やんないじゃないですか。そうで早く寝てたから。でもね、ちょっと今日はね、あやろうと思ってね。ああ、なるほど。 次のコメントは声「声共有でできたら嬉しいですこのカタカムナ」を言霊と合わせて読むと、うん、雨の主の声が出てくるんですよ、うん、だから前は読み解いてたのはその声とかそういうのじゃなくてこう物語みたいに出てきたんですけど、うん、最終的にたどり着いたのは「雨の水なかのし」の声が出てくるっていうね、うん、語りかけてくるんですよ人間に。 だからまあ不思議な感覚なんですけど、まあ、それをねちょっとこう共有したいなと思ってああいいですね本出たから皆さん読んでくださいしても多分大してあんま読まないんですよきっと <laughs> 目に見えるんですよ <laughs> 買ってはくれるけどあんま読んでないみたいなね <laughs> だからそれだったらあのいなりコードの時みたいに 皆さんとこう読みながら共有して、ああ、いいですね。ねあの、やったほうが伝わるなと思ってね。うんうん、あそうですね。すごい大事なことは、やっぱり声が人間に語りかけてるんで。うん、あじゃあ、まあ、それを声で語りかけて読むっていうのはそう、そうですもう。もう倍増じゃないですか、はい。メンジャーでね、<laughs> あの本が出る前からちょっとそれをもうやってっちゃおうかなとは思って。うああ、なるほど、なるほど。 出るのがまだ9月とかになるか何日か日にちは決まってないんであそうなんだそうなんですすごいねまさか自分の本音でやると思いもしなかったですねきっとね <laughs> だからそれもねお風呂の中でね <laughs> 降りてきたんですよ <laughs> あーそうなんだへえもう自分の発信とかじゃなくてその声のメッセンジャーに徹しようと思ったんですよ、うんうん だから皆さんにですね最初に言わないといけない、それは僕が言ってることじゃないんですよっていうのを、<laughs> そこの中から出てきた雨の皆さんの声があの言ってるんですっていうことをね、うん伝えたいなと思うんですねはい、そしてちょっとコメントいきましょう、すみえさん、ありがたすぎます、鳥肌で感動、感激、感謝です、<laughs> ありがとうございます。<laughs> 鳥肌はもう収ままりした <laughs> <laughs> 鳥肌というと鳥肌実のるっていう人知ってますえ知らない。ない鳥肌みのるってね。本当に冗談じゃなくていや本当に鳥肌実のるっていうねお笑い芸人がいたんですよ。あそうなんだ。その人はあのちょっと右翼みたいなのをお笑いにして、<laughs> えー、ああ、なるほど。街頭演説したら。 創価学会の学会員が殴りかかってきたんで、<laughs> そういう話をしてるね、鳥肌身の人、YouTube にありますんで、見てみてください。<laughs> <laughs> マニアックすぎてね。<laughs> マニアックすぎてね。そして CA さん、嬉しいです。僕も嬉しいです。ありがとうございます。えー、皆さん、お久しぶりです。このコメント欄が同窓会みたいになってる、ね、ですね。<laughs> はい、み和納さん、こんばんは。ああ、みよっちさん、和納さん、ともみっティさん、こんばんは。和納さん、いつもありがとうございます。サンサー、言霊学は難しいですよね。<あ>太ノ祝詞とかも、元礼学で構成されているのも聞いたことあります。<あ> <laughs> そうですね、あの、言霊学は難しいっていうよりも、日本は言霊差しはう国で、 ね、もともとこの言霊が幸わ割っていた国ですから、文字がなかったんですよ、もともと。もともと言霊の国だったから、もともと文字じゃなくて、言霊でコミュニケーションをとっていた。だから言霊ってね、皆さんが思っているより、すごい法則が詰まってるんですよ。この言葉のね、形状ってあるんですね。軽いと思い。言霊の、言葉の軽いと思いもあるし、 主従もあるしものすごい言霊ってね法則の塊なんですよでこの法則が言葉だけじゃなくて全てにこう当てはまっていくそれがカタカムナのその図書譜の読み解きにもその法則がこう当てはまってくるんで、うん、言葉の軽い思いとかねあのー、まあ天地もそうですしものすごいその <laughs> 現代人はもう本当に分かんない法則っていうのが詰まってる まあそれがまとめられてるのが僕はいつも持ってる本ですけどもうね江戸時代ぐらいの時にはもう言霊廃れちゃってたんですよもっと前江戸時代よりも,もっと前にもだんだんもう継承している人が本当に少なくなってみんなこう文字文字っていうのが簡単で言霊の法則の言葉をはしょったりとかね使いやすいようにしてどんどん今の言葉になっていったんですけど もともと言葉っていうのがものすごい奥深いもので、この水朴殿にも書いてあるんですけど、古事記とか、ね、あの、骨末体もそうですし、うがや吹き合えずの植津文もそうですし、くきも、くかみ文書とか、いろんな古文書ってあるんですけど、古文書っていうのも、やっぱりこう、言霊っていうのをベースにして、解釈を、 解いていかないと、表層的になっちゃうんですね。言葉の綾だけで、あの、判断したり結びつけると、表層的な読み解きになっちゃうんで、言葉って本当にこの深い。ですね。あの、驚くように。僕もそこまでまだ、言霊使いこなすことはできないですけど、でもその広さを見て、深さを見てですね、全然違うな、と言葉に対しての感覚が。 だからですね、まあ、カタカムナも当然、ね、1万2000年前にから続いてるって言われてますけども前にも言ってたけどそんなもんじゃないんですよ、本当は。1万2800年周期で文明っていうのは入れ替わってるわけであってもう人類,の人類の祖に行くと何百万年下手したら何千万年 <laughs> もうそのレベルで。 ずっと続いてる。頭書譜とか歌詞とか言霊がなかった時からあったんですよ。カタカムナっていうのは。なぜなら、本当のカタカムナは、頭書譜でも歌たでもなくて、息なんですよ。本当のカタカムナ、息。呼吸なんですよ。吐く息と吸う息。この吐く息と吸う息っていうのは、まあ、 今度、ゆくゆく皆さんにもお伝えしますし、今度、天野先生とこの特別合宿でもちょっと実際に会って伝授したりもしますけども、この呼吸っていうので、人間はですね、この口でね、雨の源を作ることができる。それがもともとの本来の、まあ、カタカムナと呼ばれている太マにっていうか、天地の気を自由に操縦する。 方法。これがマニ法ジとも呼ばれています。稲荷のマニ法事。八タガラスの熊野にもマニ法ジがあ,のありましたね。御神門に。<coughs> これがカタガーブナのまあ元になってここから派生して図書譜だったり、歌碑だったり、いろんな亀の甲羅を使った木木木だったり、いろんなものがこう派生して生まれていったという流れで。 その根源的なものの息というのは、まあ命自体が息してますから、ずっとあったんですね、もう。地球が始まったその時から、地球が始まる前からありましたね、もう宇宙の中に。まあそういったものなんでね、この、まあ言霊、肩タカムな太輪に、本当に奥が深すぎるんで、少しずつ少しずつ皆さんと共有していって、 ちょっとちょっとずつ分かっていっていければいいのかなと思います。はい、蔵スマイル熊谷さん、田中さんお元気そうで。あ、元気。さん、田中さんこんばんは。こんばんは。ゆき川原さん、お久しぶりです。10月21日はまだ実家にいたらリアルに行けるかもです。ありがとうございます。あ、川原千秋さんありがとうございます。ぜひ。 お目にかかれたら嬉しいですね、はい、谷口さん田中さんお久しぶりお久しぶりですスター小粒さんこんばんは宇佐に住んでますあ宇佐ですか、うん、大分に半重力水を作る水素製機を提供している会社がありますすごい技術です開発者さんはカタカムナを超えた設計をしていると言われてました半重力の時代が始まったなぁと カタカムラ好きなので嬉しくなりました。半重力の時代が始まった。ああ、すごいですね。いろんなところでいろいろして、<laughs> ウサに住んでね、なんかこんな水素製機を提供してる会社、会社があります。なんか聞いたことあるな。なんか聞いたことあるですはい、ありがとうございます。ええー、次に、谷口義子さん。カタカムラ復活しましたね。 復活しましまたスマイルさん今日は土曜の牛の日で。瀬、はい、リ律姫様に関係している日だから何かピンときたのかもですね。<ー>今日は土曜の牛の日。あ、そうなんだ。うなぎ食べなきゃ。<laughs> 食べてないですね。うなぎ食べてないですね。あ,あ、そうか。あ、そうなんだ。だそうか、今日。え、今日だって土曜日じゃないですけど、土曜の牛の日なんだ。 あ土曜の牛の日ってい土曜って土曜の日。土曜日じゃないでしょう。<laughs> 土曜って土の働きの牛って書いてますね。うん。うん、ああ、これ土曜の牛ってこれうなぎのことじゃないですね。今改めて見ると。漢字が。土の働きのこの牛虎の牛ですね。うん。ああ、そういうことか。 ええー。これを言葉で読み解くと、土っていうのは <coughs>、あの、形現れるとか、そういう意味ですね。形が現れる働きの、牛っていうのはね、三国の霊獣なんで、あの、牛と馬っていうのはね、えー、っと、牛は、水かな牛。 牛馬ちょっと牛,馬牛とは「う」が「う」は起源にして省き「し」は「昇る水の玉」にして万物の真中を昇る水なりこの水をつかさどりて「牛」というなりあ水をつかさどってんだねうーん馬の方がね「火をつかさどってるんですよなるほどだからね牛と馬を合わせるとねマルチョンができるんですよ、うん、これ 三国の霊獣って言って雨のみ中のしを表してるんでこの前の熊野の熊野古道のあの牛馬童子って言ったんですけど牛馬童子っていうのはこれ三国の霊獣の雨のみ中のしを表してる童子なんでこれはねあれなんですよ縁の行者のね縁のお角の息子のね天道奉仕のことを表してる。 天智任門の天道ああそして天道法師が任<道> <laughs> 門菩薩になったというね、うんうん、天道任門両方名前もらってしまっていたすごいですね <laughs> 最強じゃないものすごいな <laughs> 一人がこう解明したのを僕が連ねて名前に <laughs> <laughs> まあこれもあれですから白鸚楼にあのあ決めてもらったんで、うん、白鸚楼っていうのは ただの竜刀太っていうのは弘法大使空海とあの伏見稲荷であって、まあ、この言霊というか稲荷の秘伝を授けた翁なんですけどねその化身が白鸚炉なんですね実は、うん、はいということでコメントありがとうございました今日は土用の推しの日ということで、うん、また特別な 今日はねノープランでライブ配信始めて、一人ごとを最初言っていたら、田中さんが入ってきてくれたんで。いや聞いてたんですよ、ああです YouTube で。ちょっと、ってたから。ちょっと、終わってから。終わったから、ちょっと入ろうかなって。<laughs> そ,うそうそうそう。うん、<laughs> ちょっと、一人、ぼっちで寂しそうだったから。<laughs> <laughs> そうですか。寂しししししそうななな顔ててててまいいいやだってでも <laughs> <laughs> でももいつも言うあのほら朝の会やってた時に一人で喋ってるとなんかつまんないこと言ってたからさ、はい、昔そうですねずっとね独り言だとやっぱりねあ <laughs>、ね、んまり抜かないですそうそうやっぱりね、うん、私も嫌だ <laughs> かといってね誰かと話してもねあんまり話が合う人いないんですよ <laughs> <laughs> えそんなことないですよ全然いやん,ななんかね、うん、僕のって、ね、こう 何ていうかな、共通されてる知識じゃないから、うん、話し合おうとすると結構こう、うん、えっていうふうに言われちゃうが多い。あ、そっかそっか。確かに。<laughs> いやー、それはちょっとね、いろいろなところで思い知りましたよ。あ<ー>やっぱ、片タカアもう天野先生とね、この前合宿行ったりして、和歌山で、いろんな人来たんですよ。うん すすごい人来たんですよどっかの大学のなんか名誉教授来たり、うん、映画監督とかなんかカタカムナに携わってる人も来て、うん、まあそこの中で話すわけなんですけど、うん、カタカムなっていうと基本はやっぱりね掃除小学でみんなベースでやってこうして。 そこかむなって言ったら掃除小学っていうね掃除小学開始っていうのが一つの教本になって皆さん勉強するんですけど僕は言霊とか言いなりとかそういうのなんでスタンダードな共通言語じゃないから何言っってんだみたいなな感じにでもでも新しい概念みたいなのを開拓する人はやっぱそういう。 しょうがないですよねでもね、僕から言わせると、僕はこれ新しいんじゃなくて、僕の方が古いところに行ってるわけですよ。いや、まあそうだけど、理屈はそうだけど、やっぱりそういうそうういもので来た人たちにとっては、やっぱり異端じゃないですか。そうそう、異端的じゃないですか。だから、やっぱしょうがない。まあでもしょうがないなと思ってね。でも、思ったんですよ、その時に。 どうやったら分かってもらえるんだろうなーって思わなくていいんだと思って、うん、別にこう俺の言葉じゃないから俺が分かってもらおうと思わなくてもいいんだっていうのを理解して、うんうん、ああなるほど雨の水なかの声って言ったじゃないですか、うん、雨の水なかの声が全部ね神がかるんですよ、うん、あの俺がどうこうしなくても。うん だからあそこも任せておけばいいんだなぁと思って。あーなるるほど委ねるって感じです、ねうん、そうだからはい、はい、自分の声だったらどうやったらいいんだってこう悩むんだりするんじゃないですか、うん、でもある意味自分の声じゃないから、うん、<laughs> メッセンジャー的に俺はこう言ってることを伝えてるだけですよっていう立ち位置いいんだと思ってそうあるべきだなぁと思った まあその方がちょっと客観性を持って受け入れられらやすすいですよねいす <laughs> やっぱり神,がるんで本当に神の声で神が起こそうとしてることなんでまあ起こそうというよりも過去現在未来に起きてることがもうそれも総辞書になっていてそのやっぱりこうリズミカルな循環の中で人間とか文明とかありとあらゆるものがあるんで。 だからそこの中でも分かりきってるんですね流れが、うん、だからそれをこう延々と言ってるだけなんで、うんうんまあ、自動操縦的なだからあとは委ねて流れに乗っていればいいだけなんですね洗濯機のように回ってりゃそう本当にそう <laughs> 自動操縦みたいな感じ、うん、そうなんですよ <laughs> 結局人間っていうのはそのまあ宇宙の 摂理にあがらうことはできないじゃないですか。どんなに AI が発展しても、うん、ね、大津波が世界中つ包んじゃったら、電気が衝として AI 動かないです。AI だけが生き残るってないじゃないですか。うん、ね、だから、まあ、なるように全てなるんですよね。うん、あ,あ、まあ、ということで。 田中さん何かありますかいや,ーいやーす,ごすごいっていうかまあ私の想像した通りだったんですけど、うん、あやっぱりこれから声だなと思った声っていうかああ、うん、響き、うんうん、やっぱこれが、えーまあ、大事大事っていうかこ,この道しかないっていうか。 そうだなと思いましした、ね、声の出し方、うんあも、うん、だしやっぱ丹田ってあるじゃないですかそこをやっぱり常に意識する、うん、だからもうその話を聞くたびに「うん、わもう日本人ってすごいな」とか思うんだけど、うん、そのやっぱ常に常に意識を丹田に持って、うん、持っとく、うん、そ,うするそれとあとなんかこう声,声私たちは普段なん何か何気にベラベラ喋ってるんだけど やっぱり自分がこう意識をするっていうだけでやっぱ声の響きが変わるんですよね。うん,うん全然響ん。響くようになるのか響くようになるしあとは例えば相手を説得したい時の出し方とかさ。え、例えばどういうふうにやるんですかえ、あのしゃ,しゃべってやっていい <laughs> <laughs> それは言っちゃいけないの <laughs> いやいや、やっぱりちゃんとしゃべる。あんまりもうそれはもよもよだけど。あの、うんまあそののまそ まあも,もちろん私が喋ったって身につけなきゃ意味がないんだけど、うん、まあそういう意,意識を意識をちょっと持ってくるだけでやっぱりそういうものがこう変わってくるんですよねうん、うん。そうすると自分の声がよく聞こえるし自分の声が変わるしそんな感じでこうつ常に丹田に意識を置くっていうのが。 大事なことっていうのが一番着物の基本なんですよ。<ー>うん、泊まりで行ったんですかえっとね、二日間あったんです。あ、だから泊まりで行ったの。あ、泊まりで行ったの。もうみ,みっちり朝から夕方まで。えどこに泊まったんですかであ、私のは渋谷に友達がいるから、うんうん、新久部であったから、そこであ泊まらせてもらって、今日は4時ぐらいまでかな。でも半分ぐらいはダベリド。<laughs> 喋ってんの?。いやいや、もう喋ってるよりも時間オーバー。ででも、結局そうやって笑うっていうこともすごい重要な。そあ、お、面白かったです。楽しそうなところをイエーイって写真撮って俺に送ってきた。あ、う、つ。あ、そう。あれは焼きに、あの、おしんおくぶって、あの、韓国料理がすごいじゃないですか。韓国の。 うん、あそこで、ね、なんか焼肉屋さんに入って昨日ちょっとみんなで一杯飲んで帰ってきたなんかそんな感じしてたよすごいカラフルな店でさ <laughs> そう,そう焼肉屋さんに入ってちょっともうかなり酔いも回ったところで写真撮って <laughs> 横山さんに送ろうとか言っちゃってさ <laughs> <laughs> いきなり、ね、送,っ送ったら電話かかってきた川原千雪さんからコメント来てますよ、はい、私の名前も「か」から始まり 三髄に歯と書くと源になるから好きです。意識して声を出すことってすごく大事ですね。うん、谷口よしこさん、カラオケの世界も皆に感動を与えられるよう、声鍛錬してますよ。わうん、やっぱ声鍛錬するとカラオケとかの歌も、歌も全然違うと思う。 私ねなんかこうボイトレとかさ私昔、えっと、声楽を習ってたんですよ、はい、若い時ねとかねあとあとあと,あとボイトレのちょこっとやってもらったことあるけどもう声のどし、はい、出し方がねもう全然違うの, <laughs> その西洋的なボイトレのその,、うん、その出し方の意識のなんとかなやり方と、うん、あのゲッセイさんがおっしゃる その声の出し方ってはっきり言って真逆じゃねえのっていう感じ、はい、真逆なんだうんうんでもその方が自分の脳内に声が響くみたいな感じ <laughs> あすごい,面白い頭蓋骨に声が響くっていうのはやっぱり表明するんでしょうねあ、うん、そうあその,そのありやり方をやると わーんってこう、クリアに自分の声が聞こえるんですよね。ちょっとそのやり方を教えてください。 じゃあ、じゃあ、じゃあ、あの、いやいや、出版記念日の飲み会のとき、ここで教わったことを言っちゃうとだめなんだいやいや、だめってことないけど、そんなべらべらしゃべっていいのかなと、ちょっと、いや、インプットしたのはアウトプットすることで自分に入りますからね。よく言うれてなんですけど、あ、そう、それはそうなんだけど、はい。あいいや、今度教えてください、あ今度教えますこっそりとね。 そりとかうん、飲み会の席なんか絶対忘れて決まって <laughs> 忘れちゃうな。<laughs> 絶対忘れても、もギャー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 飲んでるわけー、ねはい、まあねまあということで、はいえっと、10月21日と10月22日、10月21日は神戸のサラシャンティで、22は東京なんで。 田中さん MC よよろろししししくくおお願願いいまますす皆さんももしご都合よろしい方は Zoom でも参加できますし、うん、できればですねやっぱり会場でお会いしたいなと思いますけど、まあ、ご都合よろしい方はぜひですねいらしていただいてちょっと顔を見せてもらって握手でもさせてもらえたら嬉しいと思いますよろしくお願いしますということで突発的なつづらぐ模法を今日はやったんですけど <laughs> 久しぶりでしたね <laughs> これね、あのー、ちょっと毎朝じゃなくて、もうちょっと緩く、いきなりまた始めますんで。<laughs> <laughs> ちょこちょこちょこっと。えー、りゲリラじゃんか。<laughs> あ、でもね、なるべくやりながら、ちょっと自分のそのリズムももう一回取り戻しながら。うんね、前はね、ある意味ね、ちょっと業的に毎朝やってたんですよ。絶対。でも、ってでもそういうやり方じゃないなと思って。 あの今度こう声を届けるっていうのはね自分の業としてやるんじゃなくて声をちゃんと皆さんと共有して届けるっていうのをあの念頭に置いてやっていきたいなって思ったんですね。うん、そっから入れればやれる、うん、また 40年毎朝やるぞって構えようとすると多分ちょっと躊躇するんですよ。もう、もう体がもうそこに向かってないじゃないですか。だってさ、一回こう途切れちゃったものをさ、あの時はもう俺は死ぬまでやるって決めて、始めてやってたわけですよ。それを途切れたのをまたじゃあやるかってさ、ちょっとそれはなかなか難しいから、ちょっとゆるーく入って、声をね、お届けしたいなと思う。 はい。ということで、今日は突破的なのに皆さんありがとうございました。久しぶりの懐かしい名前が見れて嬉しかったです。はい。田中さんもありがとうございます、<あ>ズーム。ありがとうございました。はい。ということで、また、えー、明日、あさって、しあさってと、やれる時にやりますんで。そうだ。<laughs> 何時とも言わないですけど、<laughs> 大体朝か。えー だい夜かっていう。あかんね。そういう感じで、やりたいと思います。タイミングがあったときには、出てもらったり、見ていただくといいなと思いますね。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。これ、アーカイブ残すんですかうん、アーカイブ残しますよ。あ、はい。じゃあ、見ないはい。ということで、それでは。 また、明日か明後日かしあさって。じゃあね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。した皆さんありがとうございました。